石焼き芋、お芋、お芋だよ。おう、そこのお嬢ちゃん、石焼き芋一つ食べない？うわー、わかった。二つ欲しいんだね。あ、三つ？それとも四つ？私は耳が聞こえません。ちょっと待って、めっちゃくちゃ字上手くない？ねえ、俺に綺麗に文字を書く方法教えてよ。手話できるんですか？ああ、この前、耳が聞こえない人と会ってね。一週間、二人で人狼ゲームやってたら、覚えちったの。あ、人狼ゲームって知ってる？人狼役が誰か見つけるゲームなんだけどさ、見つけないと、毎晩一人食べられちゃうの。いやあ、あの一週間は楽しかったな。ちょっと聞いてくれる？俺と翔ちゃんの楽しかった一週間のこと。うん。ねえ、そこのおじいちゃん。ねえ、人狼しよう人狼。今から、おじいちゃん家に行ってもいい？わしは耳が聞こえん。おお、そうなんだね。じゃあ、俺の全力のジェスチャーで感じて。あ、おじいちゃんの名前は？わしは翔一。俺はレオン。よし、翔ちゃんレッツゴー。どこに行くんだ？翔ちゃん家だよ。おお、翔ちゃんは誰が人狼だと思う？お主じゃないのか？ああ、やっぱり俺か。俺もそんな気がしてたんだよね。よーし、じゃあ結果発表。なんで翔ちゃんが人狼じゃん。なんで俺を騙すんだよ。そういうゲームじゃろ。というか、二人しかいないんだからわかるだろうに。もう一回お願い。お主、うぐもりレオンじゃろ。あの経済界の大物の。あ、そうだけど、経済界の大物かは知らんけど。わかってるんじゃよ。お主がわしの金目当てで近づいてきたことは。翔ちゃん、ちょっと何言ってっかわかんない。そんなことより、人狼ゲームの続きやろ。俺、負けっぱなしは嫌だからさ。まだやるの？早く。一週間後。ダメだ、全然勝てない。もう本当にずっと人狼ゲームをやり続けるとは。しかもうちに泊まり込みで。兄ちゃん、やっと見つけた。あれ、守どうしたの？どうしたのじゃないよ。一週間も姿を消して何してたのさ。俺心配しちゃったよ。あー、ごめんよ、守。おじいさん、すみません。ご迷惑をおかけしましたよね。ほら、兄ちゃん行くよ。うちの新しい会社に出資してくれる人を探さないといけないんだから。あー、翔ちゃんごめん、俺行かなきゃだ。カクカク、近々の理由があって。わしが出そう。え、翔ちゃんが？こう見えてわしには金があってな。わしが出資する。いいの、翔ちゃん？ありがとうございます。結局レオンちゃんの思惑通りになってしまったな。金目当てで近づいてきたとしても、レオンちゃんにならやったー。じゃあ会社に戻んなくていいじゃん。翔ちゃん、人狼ゲームの続きしよう。兄ちゃん、戻るよ。みんな困ってるから。あー、めんどくせえ。行こっか。翔ちゃん、仕事終わったら人狼ゲームやりに来るから。本当にすみません。じゃあまた後ほど。レオンちゃん、本当に人狼ゲームやりたかっただけ？じゃあレオンちゃんとマモルちゃんのお菓子用意しといてやるわ。でも別に来てほしいわけじゃないんだからね。で、ことがあったわけ？うん、そうなんですね。で、早く綺麗な文字の書き方教えてよ。数十分後。これはどうます？工房大師空海を超えた気がするます。あ、上手だと思います。ねえ、みんなも見て。私のも。俺のはどうだ？へへ、犬塚さん、まだまだですね。エイジ、てめえ。みんなずるいよ。お嬢ちゃんは俺のもの。なんで俺が先に教えてもらってたのに、みんな後から来てなんだよ。レオンくん、死ねないで。レオン、よしよします。ほら、レオンも一緒にやろう。おお、そうだ。お嬢ちゃん、名前は？私はミッキー。ミッキーね。よろしく。俺はレオン。ああ、兄ちゃん、こんなところに。兄ちゃん、何してんのさ。字をうまくする練習。会社の人たちは急に焼き芋売りに行ったって言ってたけど。ああ、そうだった。じゃあさ、みんなで焼き芋パーティーしようよ。パーティーする、パーティー。リンもパーティーする。ミッキーもやろう。
みんなでパーリーだ。うん。私、友達いなかったから、パーティーするのは初めてだ。私の名前は、ミッキーじゃないけど、私はミッキー。生まれながらに、耳が聞こえない。私はそのことが、本当に嫌だった。死にたいと思ったことさえある。ただ、今日だけは、なんだか、生きててよかったな。そんな気持ちになれた。ああ、ミキこんなとこにいた。あれ？お友達？よかったね、お友達ができて。じゃあ、そろそろ帰りましょ。皆さん、ミキと遊んでくれてありがとうございました。うん。じゃあね、ミッキー。また遊ぼうね。またね。バイバイ。バイバイマス。またな。またこうして、家路に着いた私。本当にいい顔してるわね。そんな顔してるミッキー、初めて見た。うん、楽しかった。また、あの子たちと遊べるといいね。そして、家に帰ると。おお、お帰り。ミッキー、どうした？今日お友達と遊んだんだって。とっても楽しかったそうよ。そうか。それはよかった。いやー、本当によかったな。何泣いてるのよ、あなた。だってミッキー、いつも辛そうな顔をしてたから。そうね。本当は、私たちがこういう顔をさせてあげられたらよかったのに、できなかったものね。父さん、お母さん。私のお父さんもお母さんも、本当に優しい人。私を楽しませようと、いろんなところにも連れて行ってくれた。私、こんなにお父さんとお母さんを苦しめてしまってたんだな。辛いのは、自分だけじゃなかったのか。私は今日、楽しい思いをして、やっとそれに気づくことができた。お父さん、お母さん、ごめんね。なんで謝ってるんだ。ミキは何も悪くないよ。うん、そうよ。本当にごめんなさい。これからは、お父さんやお母さんに心配をかけないように生きていこう。そんなことを思っていた、ある日のこと。私が学校で授業を受けていると、血相を変えて、校長先生が教室に入ってきた。ミキさん、ちょっと起きてください。どうしたんだろう。すぐに病院に行ってください。え？お父さんとお母さんが。私が病院に行くと、私のお父さんとお母さんは変わり果てた姿に。私の誕生日プレゼントを買いに行く途中、よそ見運転のトラックに轢かれたそうだ。その運転手も帰らぬ人になったそう。お父さん、お母さん、なんでこんなことに。私、これからお父さんとお母さんとたくさん楽しいことしたかったのに。まさかこんな風にお父さんとお母さんとのお別れが来るとは。そして私は一旦親戚の家に預けられることになった。ミキちゃん、辛かったわね。ほら、早く上がりなさい。この人たちはお母さんのお兄ちゃんとそのお嫁さん。ん？聞こえてる？ああ、そういえば耳が聞こえないんじゃなかったか。ああ、残念な子なのね。まさか、このまま引き取るとか言わないわよね。まさか、こんな不良品引き取るわけないだろう。葬式の日までだよ。葬式の日まで。きっと誰か引き取ってくれるだろう。安心したわ。こんなお荷物抱えて生きていくのは、まっぴらごめんだからね。よろしくお願いします。ああ、はいはい。そういえば、あのお金。ああ、あれはもういいでしょ。だよな、こいつは何もわかんねえし。何を言ってるのかはわからなかったけど、おじさんとおばさんが私のことを歓迎していないのは、なんとなくわかった。私、これからどうなっちゃうんだろう。そしてそれから数日が経ち、今日はお父さんとお母さんのお葬式の日。ああ、この子がミキちゃんか。こんな幼いのにかわいそうに。ああ、この子ね。私は、耳が聞こえません。耳が聞こえない？それ、本当に？そうなんだよ。誰かもらってくれる人いない？マサさんのところとかどうだい？いや、さすがに。あんな不良品誰がいるもんですか？やっぱり引き取るやつなんかいないか。施設にぶっ込むしかないよな。そうね。俺の両親が生きてたら押し付けてやったけど、もう二人とも天国だしな。あなたの弟の奥さんの両親も天国に行ってるんだもんね。ああ、弟のやつ本当にめんどくせえの残しやがって。残すのは金だけでよかったんだよ。どうせなら一緒に行ってくれればよかったのにな。本当よね。何を話してるんですか？
お前のことを捨てるための話し合いだよ。って言っても聞こえないだろうけどな。本当に耳が聞こえないってウケるわね。何を言ってるかわからないけど、口の形から捨てるというのは読み取れた。そりゃそうだよね。耳の聞こえない私なんて迷惑でしかないもんね。そうか、私捨てられちゃうのか。そして私は施設に入れられることになった。私を必要としている人はもういない。それがわかり、また私は生きるのが辛い。そう思い始めた。ああ、何なんだろうか私の人生。私なんかもういなくなった方がいいのかもな。そんなことないます。うん、リンたちの大事なお友達だよ、ミッキーは。うん、いなくならないで。え、なんでみんながここに？それに私の心の中がなんでわかるの？それは友達だからます。うん、友達が考えてることぐらいわかるよ。当然。え、手話も使えるようになってるし。こんにちは。え、誰？突然で申し訳ないんだけど、よかったら私たちの子供にならない？子供？ああ、君さえよければだが。どうして急に？おう、ヤッホーミッキー。あ、ネオンさん。実はね、みんなミッキーと会いたくて会いたくて震えてたんだよ。で、みんなで一緒に探してたの。そういうことだよ。事情はみんな知ってるよ。おう、ちなみにこの人はあの人狼を一緒にやったチョウちゃんとチョウちゃんの奥さん、この二人とってもいい人だよ。この二人ならミッキーのことを必ず幸せにしてくれる。え、でもわしはミッキーみたいな可愛い子を娘にしたかったんじゃ。そうよ、私たちミッキーちゃんみたいな子供ができたら幸せだわ。本当にいいんですか？ああ、じゃあお願いします。よし、君は今日からうちの子だ。今日からよろしくね、ミッキーちゃん。二人はそう言って抱いてくれた。あったかい、本当にあったかい。そういえばお父さんもお母さんもこうやって私のことを抱いてくれたな。私はお父さんとお母さんのことを思い出し、思わず泣いてしまった。こうして私に新しい居場所ができた。翔ちゃんと翔ちゃんの奥さんとの暮らしはとても楽しい。二人とも本当のお父さんやお母さんのように私のことを愛してくれる。今私は本当に幸せだ。これも全部レオン君たちのおかげ。感謝しかない。あ、ちなみに私の親戚たちはというと。こんにちは。はい、どちら様でしょうか？犬犬ファイナンスの犬塚と申します。はい、犬犬ファイナンス。はい、借金の回収に参りました。借金？借金なんてしてないですよ。そうよ。いや、あんたらはミキの両親に借金があったはずです。それにミキの両親の遺産が消えてるんですよね。トラックの運転手の遺族がミキに損害賠償を払ったとも聞きましたが、それはどこに？これどういうことでしょうか？あ、いや、そんなの知らないわ。お、知らないんですか。じゃあ思い出すまでゴエムン風呂に入れましょう。もちろん熱々のね。あ、いや、その、借りてました。遺産と損害賠償は親戚で分けました。全部返せ、それはミキのもんだろうが。いやよ、せっかく大金を手に入れたのに。返さないのか？返さないわよ。そうだ、返すもんか。というか、お前ら返す金がもうねえんだよな。あ、全部使っちまったそうじゃねえか。そうよ、だから無理。よーし、じゃあ楽しい船を旅にご案内するか。そうですね。ああ、ちなみに他の親族はもう船に乗ってんぞ。あいつらもお金を返すの拒否したからな。船？豪華客船とか？ちげえよ、カニとマグロと遊ぶ楽しい旅だ。無理だ、そんなの。ああ、安心しろ。
保険金はかけてやっから、どんなことがあっても返せるさ。ああ、漁期じゃねえときはタコ部屋に入れて働かせっから、よろしくね。そんな、なんでこんなことに。こんなことになったらしい。だからよくわからないけど、毎月私の口座にはすごいお金が入ってきてるとか。よーし、じゃあみんなで人狼ゲームやろう。人狼ゲーム、スモモ様、開会宣言お願い。うい、人狼失敗になったり、正々堂々嘘をつかないで戦うことを誓います。ありがとう、スモモ様。じゃあスタート。あ、もちろん手話付きだかんね。30分後。え、なに、みんなずるくない？嘘ばっかり、ひどいよ。なんで俺を騙すんだよ。いや、そういうゲームだから。なんだよ、俺よりゲームのルールが大事だっていうのかよ。みんなひどいよ。レオンちゃん、人を見る目がすごいって噂だが、なんでこんなに人狼ゲームが弱いんじゃ。兄ちゃんは基本信頼してる人のくだらない嘘は見抜けないんです。だから毎年エイプリルフールに怯えてます。かわいそうだから手加減してあげるね。痛い仕方ないし。うん、本当のことしか言わない。しょうがないですね。5分後。負けた。兄ちゃん、なんでみんな本当のこと言ったのに負けんのさ。だってスモモ様が人狼だよ。俺無理だよ、神を人狼扱いにして処刑するなんて。兄ちゃん、ゲームだから。マモルもスモモ様も師匠も先生もミッキーも翔ちゃんも翔ちゃんの奥さんも、俺みんな大好きだから、そんなことできない。じゃあ兄ちゃん、他のゲームやろう。でも負けっぱなしは嫌だ。一回くらいは勝ちたいもん。もう一回やろう。いい加減飽きた。みんなレオンで遊ぶます。え、兄ちゃんで遊ぶ？かかれます。うはい。うん、ほらミッキーもおいで。うん、うわあ、平和じゃな。本当にそうだね。うはあ、レオンのレオンが取れたます。へえ、どうしよう、大変。アロンアルファでくっつけよう。兄ちゃんの兄ちゃん、何が取れたの？平和じゃないかもしれんの。助けて。なんだかんだ今私は幸せ。あの後翔ちゃんと翔ちゃんの奥さんが特別養子縁組をしてくれたし、私こんな幸せでいいのかな。天国のお父さん、お母さん、今私は本当に幸せだよ。お父さんとお母さんに心配かけないよう、私はこれからも幸せに生きていくね。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。